これはイチゴの食べ比べバトン。そう、食べ比べって名前がついてる通り、これには3種類のイチゴが使われていて、キッズボックスチャンネル始まるよ。はい、こんにちは。キッズボックスリーダーデューとチャチャタンとハッチャンです。チャチャタカタンとトッチャンです。トトねー。アイちゃんタンとアイちゃんです。寝てます今日は何をするんですか？今日は前回食べましたね、イチゴとケーキ。はい、いちごフェア第2弾、シャトレーゼさんの新商品、いちごのホイップクリーム大福か、いちごミルクプリンを食べてみたいと思います。やっとどちらが食べたいのか希望を取ります。じゃあ手を挙げてくださいね。いきますよ、はい、まずいちごのホイップクリーム大福を食べたい人。はい、おっちゃん。はい、じゃあいちごのミルクプリンが食べたい人。はい、お、2人ともいちごミルクプリンですね。はい、じゃあこれを食べて食レポをしてもらいたいと思います。イエーイ。それではまず最初に僕たちプリンチームから食べたいと思います。イエーイ。プリンプリンプリン。じゃあ来てみましょうか。イエーイ。それでは食べてみたいと思います。イエーイ。2人ともね、クリームから食べたね。おいしい？そろそろ感想いただきたいな。おいしい、おいしい。どう？いい感じ？いちごの味する？する。こうやってプリンと一緒に食べたらおいしい。クリームとプリンを一緒に食べたら。同じ。一粒いちごのホイップクリーム大福実食です。開けちゃダメ。食べさせて。あたしょん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 。誰の話も聞いてる。誰の話も聞いてる。一個だけあげる。あげる。くれるの？1個だけね。わかった。はい、ありがとう。ね、ちょうだい。おいしい。2も終わった。完食、リュウさん。見て、とっちゃんの。おいしそうじゃない？中にクリームが入ってるんだ、生クリーム。しかもいちご、まるまる1個。わー、おいしそう。これうま、マジうま、これうま、これうま、マジうま。あ、中村、登場ですね。美味しくない？息がおかしい。いちごマリアだ。先は、はい、食べちゃえ、食べちゃえ。食べちゃえ。食べちゃえ。俺を食べちゃえ。食べちゃえ、食べちゃえ、食べちゃえ。美味しかったの。美味しいよね。
美味しいと思う、それ。中ね、あの本当に生クリームね、ホイップクリーム、豆乳っぽい感じのクリーム入ってて、うまかった。しかもそんなに高くないっすか。高くないっす。というわけで、今日はシャトレーゼのいちごのプリンと大福を食べました。イエイ。これ美味しいのね、皆さんもぜひ食べてみてください。ぜひぜひ。美味しいなって思った人はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしま す。それでは最後にキッズボックスじゃんけんけよ。キッズボックスじゃんけん、じゃんけんポン。僕はパオでしょ。まったね。それではまったね。くれてありがとうございます。次の動画も見てね。チャンネル登録よろしくね。